部活を学校の先生がやらなきゃいけないのは何でですかという問いかけをツイッターでしたんですけど、土日も部活に捧げて先生たちだって自分のことに時間を使いたいだろうに、給徳法、給徳法っていうあの学校の先生のね、お給料の,あの法律があるんですけど、給徳法では時間外労働に対価は支払われない。 あらかじめ4%ぐらいのこの残業代見込み残業代みたいなのが給特法っていうので支払われているので部活で頑張ろうが文化祭の準備で頑張ろうが何しようが残業しても学校の先生には残業代がつかないんですけどでこういう働き方してると生きがいとか働きがいを得られないんじゃないかでそうなると給料も安いのに学校の先生になりたいと思う人が 少なくなるんじゃないのっていうのをつぶやいたんですよ。たら、いや、それ好きでやってる人もいますから、賊が現れるんです。対価も支払われないのに部活やってくれてありがとうございますだけど、まれな先生じゃない。超まれな先生のために、 多くの学校の先生が疲弊してることが悪とされて、悪とされてしまうことが良くないっていう話を僕はしてるのに、それやればいいのよ、その、やりたい人は。それをここまで僕は止めようと思わないんで。でよっぽどの思いがあるんでしょう。給料も出ないけど、子供と寄り添って土日も、えー、学校が終わった後も放課後も、えー、とにかく部活でも子供たちと接していたいんだ。お給料なんていらない。この熱量を、 子供たちに伝えたい。それをやればいいのよ。で、それを僕は否定してるわけじゃないんですけど、多くの先生がそこに疑問を感じている、今の現行のルールではもう厳しいですよって話をしているときに、間違った人たち、間違った正義みたいな、まあ間違った正義って言ったらあれか。えー、自分はこれが生きがいなんだって言ってるけど、そのあなたの稀な生きがいを多くの人は、 あなたがやったら私たちまでやれって言われるじゃないっていう、そのお、もうちょっと大きい視点で物事捉えられないかなっていう話なんです。これはちょっと根深いんですよね。